者討伐軍に参加してからずっとある人物を探し続けていた。王位はかつての世界で義の参謀を務めた才女であった。この世界に飛ばされてからその所在は不明となっていた。世界の危機をやがて妖者が出現してしばらくの後、芝居のもとに王位の所在がもたらされ、平の清盛の迂闊な奴め、芝居は毒ずどこへ消えたのかと思えば、清盛の妖術に操られていたか。迂闊な奴め、術で操られて、どうしてスポーン馬長への復讐に囚われた女、復讐のために清盛についた、そう考えるのが自然でしょ。ふん、奴は支援に身を落とすようなボングではない。彼女の心を縛るものが何だ。これ以上孤独な叩きと悲しみで心が壊れてしまうから。お前、王位の際、安易に散らすには惜しい。妖術より解放し、取り戻す。波を揃えよ。突出した王位を攻撃するのだ。当てるがいい。好機、今日こそ上りを打ち果たすのだ。活躍は嬉しいのだけれど、オンが心配で、うちの心は散り裂きそうです。くださったか。我らが闘志にて貫きましょうぞ。おお、一段と冴えておいでですな。おお、一段と冴えておいでですな。
手を槍に込め弾を貫く。そうだよ、無程度の念では我が輩の体は貫けん。王位を返してもらうぞ、清盛。奴の才、貴様には過ぎたものだ。王位が帰りたがるかどうか。貴様を倒し術を解けばよい。千両よ。目を見張るばかりの戦ぶり。よくやった。お前がいれば必勝の策が描けるわ。この私が真の三国無双よ。これで王位の心を縛る術は解けたはず。そうね、術は解けるでしょう。戻ってきたか。まったく手間をかけさせる。目の覚める戦ぶり、お見事。さすがなる武勇。我らの力で勝利を呼び込みましょうぞ。邪魔をしないで。やっぱりね、おどきください。何？え、まだ世界の全てが変わろうと、心を砕かれ縛られようと、私の望みはただ一つ。お前の首を、清涼の死神。すでに妖術は解けているな。その上でなお俺と戦うというのか。私が出たのだ。負ける方がどうかして。戻れ王位。その際無駄。どれほど世界が変わろうと、私の望みはただ一つですが、この後に及んでもなお支援にとらわれる愚者でいたいとは思い、世界の落ち着きを取り戻すまでの間だけ仇と英才教育を受けたわ。これ、いるかしら。これをくれてやる。